皆さんこんばんは。元男の子の青木かのんです。前回の動画見ていただけましたでしょうか。ミーパッド2の開封編、開封編だったのであんまり私も中身のことをよく知っていなかったために、外観とかを中心にお話ししたので、今回はしばらく使ってみての感想、そしていいところ悪いところをお話しできたらなと思っています。じゃじゃんと、これがご紹介したミーパッド2ですね。裏面が iPad mini とほぼ同じシャンパンゴールドにサラサラとしたアルミのデザインですね。前面はこのようになっています。デザインとしていいなと思ったのが、この黒のベゼルとディスプレイの境目が目立たないので、なかなかかっこいい仕上がりになっていると思いました。ここに MI と控えめにロゴが入ってるのもいいと思っていて、裏もですね、このように控えめに MI と入っています。すごいいいなと思ったのが、カメラとっても綺麗でした。タブレットはあんまりカメラって綺麗じゃないイメージだったんですけど、びっくりするぐらい綺麗に撮れます。日常で使う程度でしたら全然これでいいかなと思いました。主にこれの使用用途は、家でネットをサーフィンしたり、振り付けの練習などに壁に立てかけて動きをチェックしたりとかしてるんですけど、この裏面にあるデュアルスピーカー、すごい音がいいです。音量も十分。このようにですね、ここにボリュームがあって、下に電源、それもすごいいいなと思いました。タブレットでディスプレイの上に電源あると結構使いづらかったんですね。ミーパッドはここに電源があっていいなって思ってます。後から気づいた点なんですけど、画面をですね、ダブルタップするとこのようにつくんですよ。すごい便利ですよね。これ iPad にもあったらいいなと思いました。念のためもう一度スペック表を出しておきますが、動作とかの方も特に不満はないですね。あれに近い感覚、ネクサス、 Google の純正の Android 端末ネクサスに近い感覚です。社内アプリって言うんですか、 Xiaomi さんが出しているようなアプリも特にないし、動作も全く不満がないので、強いて悪いところって聞かれたら、今流行りのベゼルが細いスマートフォン多いじゃないですか。ギャラクシーもそうですし、そういう端末ってデザインが優れてると思うんですよ。個人的にですね、それは。ここがもうちょっと細ければ、もっと高級感あったかなって思ってます。iPad mini と似てる似てるって言われてしまってるので、ここのベゼルを細くしたら、また差別化できて、これオリジナルが生まれてきますよね。良くないなって思った点はそれぐらいで、使っていて不満は一切ないですね。びっくりするぐらいです。2万円で購入できるこのタブレットで、もう本当にこれが一番いいんじゃないのって思っちゃいましたね。まだまだ日本ではあまり知られていないシャオミさん、世界的なシェアで言うと第3位、1位がサムスン、2位がアップル、3位がシャオミ、あとは今のトレンドにあるカラーバリエーションのローズゴールドとかもあればいいかなと思いました。タブレットを何か使いたいなと思っている方や、Android 端末を触ってみたいなっていう方にはすごいおすすめだと思います。ということで、本日はシャオミのミーパッド2をご紹介しました。この後は13日の行われる私のご飯会の告知の映像になります。ほとんどもうお席が埋まってきている状態ですので、ご予定分かりましたらぜひ画面の下のホームからご予約をお願いします。最後まで見てね。出発進行。11月の13日日曜日にある第4回青木かのんご飯会、そしてディナーショーまでの日にちがもう1ヶ月切って、そして嬉しいことにお席が半分ちょっと、予約をいただきました。ありがとうございます。そこで新たに情報解禁をさせていただきます。と、その前にちょこちょこ私の方にご質問のご連絡いただくんですね。その質問が、ディナーショーだから服装はちゃんとした方がいいんですかという、ご質問なんですけど、私服で来ていただければと思います。
それはなぜかというと、お店の雰囲気がこんな感じなんですね。普通のラフな感じのレストランです。手前に皆さんがご着席いただくお席があって、その目の前にステージがありますよね。そこで前半の約40分に生演奏、生歌のディナーショーをさせていただきます。で、それが終わったら、皆さんがこの手前に座られているところに私もご一緒に座らさせていただいて、一緒にご飯を食べながら2時間20分交流させていただくという形でございます。そこで今回情報解禁、ディナーショーではどういった歌を歌うんですかという問い合わせをちょこちょこいただくんですけど、私が尊敬している中森明菜さんの歌を、カバーさせていただきます。それもピアニストの方、そしてギタリストの方もいて、なかなか私の今までのこの活動の中で一番力を入れている、企画でございます。今までご飯会1回2回3回とやってきて、今まで2時間で居酒屋さんを貸し切りにして一緒にご飯を食べながら交流するっていう感じだったんですけど、今回から3時間になってディナーショーもやらさせていただくっていう感じですね。当日は、お時間が3時間の4500円ポッキリでございます。今までと料金全く同じでございます。値上げは一切してないので、気軽に来ていただければと思います。レストランの場所は東京メトロ丸の内線の新宿御苑駅、出口1番から出てすぐの場所にある新宿パペラさんというところです。いろいろな料理がコース料理で持ってきていただけますので、みんなと一緒にコース料理食べましょう。参加の方法は画面の下にある予約フォームからお願いします。そちらに氏名と人数のみお書きの上送信お願いします。私の所属事務所のスタッフさんが確認をしましたら、皆様に予約完了のメールをお返事させていただきますので、そちらの確認もお願いします。今回のこの企画のタイトルが第4回青木かのんご飯会&ディナーショーっていう感じで、ちょっとディナーショーで格好をつけた感じに言ってるんですけど、実際は青木かの第4回ご飯会、歌も歌っちゃいますみたいな、そんな感じでございます。なので皆様気軽に来ていただければと思います。皆様のご予約待ってます。この青木かのんの YouTube チャンネル、これからも見たいという方は、ぜひぜひ画面の下にあるチャンネル登録ボタンを押してください。そして、普段の日常は私の Twitter にてつぶやいておりますので、そちらも画面の下のリンクからチェックチェック。今回の動画も長くなりましたが、最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。